カブトガニの繁殖地として国の天然記念物になっている伊万里市の多々良海岸でカブトガニを守る会などによる清掃活動が行われました。伊万里市の多々良海岸周辺はカブトガニの繁殖地として国の天然記念物に指定されていて、清掃活動はカブトガニが産卵しやすいよう30年ほど前から毎年行われています。今日は地元のボランティアグループなどで作るカブトガニを守る会のメンバーらおよそ60人が参加し、木やペットボトルといったゴミを取り除きました。市教育委員会によりますと、今年は雨が降った量が多く、例年よりゴミが 1.5 倍ほど多かったということです。自然木みたいなのもあるんですが、比較的に人工物のペットボトルとかそういったものが少なかったので、よかったのかなと思いましたけど、もうたくさん卵を産んで数を増やしていってもらいたいと思っております。毎年参加してるんですけど、また楽しみです。カブトガニの今度産卵を見るのが。カブトガニは梅雨明けから8月下旬にかけて多く産卵に訪れる見込みです。